ご覧いただきましてありがとうございます。人体の正木の内田です。本日は芝辻町にございます、近鉄新大梅駅から徒歩すぐの賃貸マンションメゾンサホ B をご紹介させていただきます。最初にご紹介するのは LDK のスペースとなっております。非常に広いスペースとなっておりますので、ソファーやテーブル、テレビ、あと、ダイニングテーブルなどを置いていただいて、ご家族でゆっくり食事をしていただいたり、くつろいでいただくことができます。こちらのお部屋は南側となっております。バルコニーもかなり広くなっておりますので、お洗濯物も十分に干すことができます。またリビングに面しているこの窓が非常に大きくて、明るいお部屋となっております。そしてこのですね、襖を開けていただければ、障子ですね、開けていただければ、このようにですね、和室6畳がございます。和室といえばやっぱり押し入れですね。一見の押し入れの収納がございまして、中に高さしっかりとございますので、お布団などはしっかりと収納していただけます。また先ほどの障子なんですけど、こちらも開けることができまして、非常に開放感のある空間となりますので、小さいお子様のおられる家庭なんかは非常にいいんじゃないでしょうか。それではキッチンをご紹介させていただきます。キッチンはオープンタイプとなっておりまして、非常にシンクの広いシステムキッチンとなっております。コンロは3口のガスコンロとなっておりまして、このように魚焼きグリルもついております。収納の方もしっかりとございます。まず上の棚ですね、こちら高さを変えることができますので非常に便利です。あとは真ん中に水切り棚がございます。そして下の収納はこちらですね、このようにございますので、お鍋など十分収納していただけます。また料理中にですね、手の届く範囲にこのようにリモコン給湯がございますので、こちらで温度の方を変えていただくことができます。またぐるっと後ろに行っていただければ、このようにモニター付きのインターホン、カラーのモニター付きインターホンがございますので、防犯面もバッチリです。それではあともう一つ和室をご紹介させていただきます。はい、和室の6畳となっております。こちら共用廊下側となっております。もちろん和室といえば押し入れですね。このようにおよそ、一見ちょっと足らないぐらいですね、押し入れ収納がございますので、お布団などは十分収納いただきます。それでは水回りをご紹介させていただきます。まずはお手洗いです。ウォシュレット付きとなっております。そしてこの扉を開ければ洗面所となっております。洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっております。また左右にしっかりと物を置くとこもございますし、洗濯機はもちろん室内に置くことができます。そしてお風呂のご紹介です。はい、お風呂もですね、途中で入れ替えてますので非常に綺麗なお風呂となっております。もちろんシャワーもございますし、ちょっと変わったところにこちら窓がついておりますので、換気の方も十分していただけます。そして最後は玄関のスペースとなっております。玄関のスペースも非常に広々としておりまして、下駄箱なんかもこのようについておりますので、便利に使っていただけます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件等は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。